口笛奏者のギマタクミです。今回は美しいメロディーの吹き方というか、どうやったら口笛で音楽的にメロディーを奏でられるかということについてやっていきたいと思います。以前アップした音の出し方とか高音低音の出し方よりは一つステップアップした内容となっております。それでは行ってみましょう。口笛で演奏しても音楽的に聞こえない要因として大きく分けると3つあるんですね。それをこれから解説していこうと思います。まず1つ目は音をずり上げちゃってるということなんですけど、結構多くの人がこういう感じにみたいな感じで言っちゃいがちなんですよね。で、これはすごく分かるんですよ。やっぱりこうやってちょっと下からずり上げた方が音程が探しやすいんですよね。いきなりってかっつりこう狙っていくより、ちょっと下からっていった方がやりやすいというか、自然にやったらそうなっちゃうんですよね。はい。で、これが絶対ダメかというとそういうわけじゃなくて、例えば意識してこう効果的にテクニックとして使うならいいんですよ。で、今回はちょっと童謡のふるさとテーマにやっていこうと思うんですけど、みたいな感じで盛り上がるときにこうやってずり上げたりすると効果的だったりするんですけど、この癖として毎回毎回やっちゃうとやっぱり聴いてる方はちょっとしんどくなりますし、なんかメロディーっぽくならないんですよね。ふるさとで言うと、っていう感じになるんですよね。それよりこれが音符だとしたら、なんかちょっと下からずり上げたみたいな感じなんですけど、ちょっと上からカツンと落とすようなイメージですね。もうこういう感じで、はい、なんかもう同じところから同じ高さからこうやって狙うっていうより、もうね、本当にこのちょっと上ぐらいから落としに行く。まあ、あくまでイメージの話ですね。はい。それぐらいやってちょうどいいんじゃないかなと思います。二つ目が、音の出だしが遅れるというか、アタックが不明瞭ということですね。たまに、見かけるんで説明しとこうと思います。こういう感じです。クレッシェンドになってしまうというか、グラデーションから少しずつ音になっていくイメージですかね。で、これに関しても口笛ってもともとそういう楽器なんですよ。なんか何も意識しなかったら非常にちょっとこうもやっとした音が出るんですよね。なんでこれもすごくこうなっちゃうのは自然なことなんですよね。で、これがいけないことかというと、そういうわけでもなくて、例えばアベマリア、みたいな感じであえてこれを最初ちょっと音をぼやかした方が効果的な時とかもあったりするんですよね。でも一個一個の音にこれをやっちゃうと、こうメロディーとしてこう成り立たなくなっちゃうんですよね。じゃあどうすればいいかというと、これに関しては、まずは技術的なことで言わせてもらうと、僕以前の動画で、口笛を吹くときは、舌の先を歯の裏もしくは下唇の裏に、そっとこう、つけている状態にした方がいいって申し上げたんですけど、そのくっついてるこの舌の先ですね。この舌の先を、ちょっとこう意識してもらうというか、感覚として伝えるの難しいんですけど、音を出すたびにこの舌の先をこの力入れてこう押し付けたりする必要は全くないんですけど、あくまで意識なんですけど、舌の先をちょっと意識して、この舌の先で音をなんかこう切るみたいなイメージですかね。舌の先で音を区切るというか、輪郭を作るというか、
ということで、まず2つのポイントを説明させてもらったんですけど、この2つのポイントを解決するために手っ取り早いのが、ピアノの音をイメージしてもらったらいいんじゃないかなと思います。最初の音をずり上げずに、上からかっつり狙うっていうことに関しても、二つ目の、遅れずに、しっかり輪郭のある音を出すということに関しても、ピアノってやっぱりすごいんですよ。こんな感じで、もう狙った音がパッと出るじゃないですか。音程の意味でも、このリズムの意味でも。なので、口笛でメロディーを吹くときは、まずは、もう自分がピアノになってると思ってもらったらいいんじゃないですかね。最後に三つ目が、音の終わりが雑ということなんですけど、これは初心者に限らず、ある程度上級者の人でもずっと追求していかないといけない話ではあるんですけど、まあ、特にやっぱロングトーンですよね。ロングトーンの終わりがいきなりぶつ切れになったり、なんかちょっと音程が下がったり、なんか、もったいないなって思う時が結構あるんですよね。本当だったら、って言ってほしいところを、みたいな感じでいきなり切れたり、なんか音程が下がっていったり、こういうことって結構あるんですよね。で、これのこう原因として考えられるのが、まあ、まずはイメージができてないというか、最後までそのしっかりこう曲として聴かすっていう風に思えてない。なんか吹くだけで、音を出すだけで精一杯になってしまっている、ということですよね。で、もう一つが、ブレスができてない。呼吸が足りてなくて、しんどくて、本当はもっと伸ばして丁寧に終わりたいけど、もう息が続かなくてそうなっちゃうっていうね。その二パターンが考えられるので、まず一番大事なのが、しっかり最後の消えていく音まで、音楽として聴かすっていう意識、イメージを持つことと、そのために、そういうところがあることを見越して、その前のブレス、息継ぎをしっかり、たっぷりするっていうことですね。あと何気に姿勢も大事なんですよね。こう姿勢が良くないと、音の終わりまでちょっと影響しちゃうんですよ。例えば、こうやってこう、下向いてる感じでやっちゃうと、なんか音まで最後下がったような感じに、聞こえてしまうんですよね。こうするのと、こうやってしっかり胸を張って前を向いてお客さんに向かって吹くのと全然印象が違うんですよ。音としては全く同じものを出してるつもりなんですけど、全然音の印象まで、この姿勢で違ってくるんじゃないかなと思います。そういうこともちょっと注意してやってみてください。では最後に、ふるさとをこの3つのポイントに関して、ダメな例といい例で吹き比べて終わりにしたいと思います。まずは、音をずり上げ気味で遅れがちで、音の終わりをちょっと雑にした感じでやってみたいと思います。次は音をしっかり上からかっつり狙って遅れずに、しかも音の終わりを丁寧にやるバージョンいってみたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。